こんにちは。今日はカゴメ軽いトマトの土で栽培しているトマトの支柱を立てます。こういった支柱をトマトの苗近くにしっかりと下まで差し込みます。そしてこういったビニール帯と呼ばれるもの、こちらをまず支柱に巻きつけます。その後苗に対して八の字を描くようにして軽く結びつけます。少し上の方にもまず支柱の方にしっかりと留めた後苗を結びます。この時に苗に対してあまりきつく締めてしまうと植物が大きくなった時に食い込んできてしまいますので、こういった形で緩く結んであげましょう。以上です。